皆さんこんにちは、宮沢孝之です。皆さん、コアラって動物知ってます？コアラってオーストラリアにいるコアラなんですけども、生まれる時ってすっごくちっちゃくて、だいたい1グラム以下だと思うんですけど、それが生まれてきて、それがお母さんのお腹の中で、カンガルーのようにお腹の中に入って、お腹で半年以上過ごすって生まれてきます。で、私は時々コアラ先生とか、コアラとか言われるんですけども、別に体型が似てるわけじゃないと思うんですけども、コアラの研究してます。で、これ、リンパ球なんですけども、コアラなんです。で、コアラのリンパ球です。で、コアラのリンパ球なんですけども、これ今、コアラに大変なことが起こっていて、コアラにコアラレトロウイルスが感染していて、コアラに免疫不全や腫瘍を引き起こしています。で、この細胞なんですけども、実はこの全ての細胞にコアラのレトロウイルスが感染しています。ところが、レトロウイルスも含めてウイルスっていうのは光学顕微鏡で見えないんですね。で、ここでは見えないんですけども、ここでウイルスがいるはずです。で、見えないので、皆さんにお見せしようと思って、電子顕微鏡写真持ってくればいいんですけども、ちょっと 3D の方がいいかなと思って、模型を作ってました。これ、100均ショップです。モップなんですけども、これ猫が喜ぶんですけども。で、これを使って、注射する。それで、これリンパ球の、先ほどの1個のリンパ球ですね。大体、もしもなんですけど、大体 0.01ミリの100分の1 です。で、ここにウイルスがいるわけですけれども、ウイルスはどういうふうにいるかというと、こんな感じなんですね。だってこんな感じ。これがウイルスだと思うんです。これがピューッと飛び出して、行って、ウイルスが飛び出して、そしてまたこっちにウイルスが来て、ウイルスが感染するというわけ。で、とてもとても小さい、100ナノメーターぐらいなんですけども、1ミリの1万分の1ですかね、の大きさです。で、今日はこのコアラのレトロウイルス、レトロウイルスについてお話ししたいと思います。で、レトロウイルスって言うんですけども、実は、人にもレトロウイルス感染します。有名なのは、人免疫不全ウイルス、それから人小さな白血病ウイルスっていうのがあって、人免疫不全ウイルス、ベリウイルスですね。これは、レトロウイルスの仲間に入っています。で、レトロウイルスって何なんだっていうことなんですけども、本当に私もよくわかりません。わからないんですけど、今日ちょっとわかっていることを説明したいと思います。まず、レトロなんですけども、レトロって何なんだ、普通一般の人はレトロって昔のとか思うんですけども、これは昔のって意味じゃなくて、ラテン語で逆のって意味です。じゃあなんで逆なんだってことなんですけども、それを説明します。で、私たちはタンパク質、基本的にタンパク質が主な成分でできています。で、タンパク質がなくて生きていくことができません。毎日毎日タンパク質作るんですけども、このタンパク質は細胞の中で作られます。細胞の中の、とある工場で作られていると思ってください。で、その工場に、設計図を運んでいかなきゃいけないんですけども、設計図というのは、架空の中にあります。細胞の架空の中。架空は、図書館と思ったら設計図がいっぱい入った図書館。で、設計図って、DNA でできてるんですけども、とっても大きくて、それを、架空の外に、図書館の外に運ぶことができないんですね。そこで、一時コピーを取りまして、で、その一部のコピー、手順書とここでなってますけども、手順書を作って、で、それで、組み立て工場で、タンパク質を作るってことですね。で、この手順書のことを、設計図のコピーのことを RNA と呼んでいます。で、この DNA から RNA、RNA からタンパク質っていうのは、これ一連の流れで逆方向に行かないというふうに考えられています。ところが、レトロウイルスは逆なんですね。どこが逆なんですか？レトロウイルスっていうのは、遺伝物質として RNA、設計図のコピーですね。手順書を持っています。で、その設計図のコピーを RNA を DNA に一回変換します。で、変換して、それを核の中の、図書館の中の DNA に書き込んじゃうんですね。で、書き込んでそこからまたコピーを取って、タンパク質を作って、ウイルスを作るという、ちょっと手の込んだことやります。普通のウイルスだったら、この設計図のコピー、手順書から直接工場に行ってタンパク質作って、どんどん増えていけばいいんだけども、このレトロウイルスは一回核の中の情報を書き換えてしまうという性質があります。で、この書き換えられた細胞は、どん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 ウイルスを作って、ウイルスがどん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 広がります。で、感染したこの細胞、
ウイルスが感染した細胞というのは変調をきたしたり、がんになったりするということなんですね。そうすると、なんとなく、やっぱり悪者じゃんっていうことになるんですけども、実は私たちが生まれてくるときには、このレプリス必須だったんですね。それについてお話しします。で、皆さん、昔のことを思い出してくださいですね。受精卵のことを思い出してほしいんですけど、なかなか皆さん思い出せない。前世のことを思い出せる人いるかもしれないんですけども、なんていうか、受精卵のことを思い出せないんですね。まあ、皆さん、これを見て思い出してください。皆さん、実際回転したことがあるんで。で、まず、卵巣から、お母さんの卵巣から卵が出てきます。まだ未受精卵ですね。そこでお父さんの精子がダーッと走ってくるんですよ。走ってきて、めでたくこう合体するんですよ。それは、卵管ってところで合体します。で、そこで受精卵になって、卵はどんどん細胞分裂していくんですね。で、まあ、川を流れるように、卵管を流れて、どんからこって流れて、そして、まあ、桃太郎が生まれるわけじゃなくて、卵管からどんどん転がって、胚盤胞が生まれるんです。で、胚盤胞ができたら、この細胞の塊なんですけども、それがお母さんの子宮にくっつきます。これを着床って言います。着床って言うと、ここにくっつくっていう感じで、非常になんか、ワイルドな感じがするんですけど、実は、とても激烈なことで、これを見たらわかるんですけども、お母さんの子宮の壁に、どんどんこの細胞の塊がめり込んでいくんですね。で、めり込んでいく一番外側の細胞っていうのは、栄養膜細胞と言います。栄養膜細胞はそのままお母さんにくっついてめり込むんじゃなくて、細胞融合を起こしてめり込んでいきます。で、その細胞融合を起こした細胞というのは、合法体性栄養膜細胞と呼ばれます。で、これによって、お母さんの体の中にどんどん入り込んで埋まっていくんですね。そして、ここの部分が胚盤になる。この、とても凄まじいことをやってるんですけど、これがどうやってできるのかっていうのは、すごい長年、疑問でした。ところが、2000年になって、その謎が解けたんですね。その細胞融合を起こす物質が見つかったんです。新しく。じゃあ、新しく見つかったそのタンパク質の配列を調べると、実は昔知ってた記事 の配列だったんですね。それは何かっていうと、古代の昔の大昔の数千万年前のレプロデュースの配列だったんです。これどういうことなのか、これ分かんないと思いますので説明します。で、先ほどレプロデュースが細胞に感染するとゲノムが書き換えられて、DNA が書き換えられて、書き加えられた方がいいかもしれません。そうなるってことを言います。で、普通、感染するときに、血液細胞とか粘膜の細胞とか、あるいは肺の細胞から感染しているんですけども、それで、そこの部分の細胞に情報が書き加えられていったとしても、その人が病気になって、死んでしまえば、その遺伝子がなくなっちゃいますね。ウイルスも一緒に消えてしまう。宿主と一緒に消えてしまう。ところが、もしもですよ、それが卵細胞や精子の細胞、あるいはその元になる細胞、あるいは初期胚とかに感染した場合どうなるか。これ、先ほど言いましたけども、受精卵からできてますね。一つの細胞です。で、一つの細胞からできていく。で、普通、多分これ、ウイルスが感染した細胞ですから、子供としては生まれないんですけども、まれに子供として生まれることがあるんですよ。そうすると、一つの細胞からできた私たちの体ですので、すべての、この、どこを取っても、そのウイルスの遺伝子が、そのウイルス由来の配列、情報が入っていることになります。で、これを、内在性レプロデュースって言うんですけども、内在性レプロデュースは、その後、生殖細胞ももちろん入っていますので、親から子供、子供から孫へ、どんどん受け継がれていく、遺伝することになります。そんなバカな、私たちの体の中の一つ一つに、エイズウイルスみたいなのが入ってるのは、そんなバカなって信じられないと思うんですけど、実際そうで、これを見ていただければわかるんですけども、1990年頃に、ヒトゲノムプロジェクト、人の DNA 全部読もうっていうプロジェクトが立ち上がって、人の遺伝情報が調べられたんですね。で、調べられて研究者がびっくりしたんです。なんでびっくりしたかっていうと、先ほど言ったタンパク設計図、遺伝子なんですけども、約 1.5%、約 2% ぐらいしかなかった。で、およそ 98% が意味のない、よくわからない配列だった。意味の不明な配列だった。で、その意味のわかんない配列の中に 8% ですね。
ウイルス以外、ウイルスの内在性ウイルスの配列があったってことです。それだけあったんですね。私たちが作る遺伝子よりも、その4倍もの量の、遺伝情報が入っていた。私たちは、ネットレスに乗っ取られてたってことで気がついたんですよ。なんでこんなことになったのってことなんですけども、実は、私たち、哺乳類って2億年、2億数千万年、あるんですけども、歴史があるんですけど、その間に何度何度も、レトルスが接触されて感染して、私たちはそれからサバイブして生き残ってきた。その結果、私たちの体の中に、レトルスの配列が入っているということになったんですね。で、先ほど言った新しいその有望細胞を作る物質、新心というものですけれども、この新心というものは大体2500万年前から3000万年ぐらい前ですね。人間の歴史って20万年と言われますから、遠い遠い昔の話ですけども、その昔に感染したウイルスの配列を、私たちは祖先動物がそれをもらって、それを着火に胎盤の形成に使ったということが分かりました。まあ、これも驚きなんですけども、一言胎盤って言っても動物ごと全然違うんですよ。見た目も全然違う。人は円盤状ですけども、猫とか牛とか馬とか全然このように形が全然違うんですね。で、組織学上、まあ、ミクロのことっても全然形が違う。で、この形の違いがどこから来たのかっていうのはずっと謎だったんですけども、最近の我々の研究や世界、皆さんの研究によって、これがどうも過去に感染したレトルス種類や、それをどうやって使ったかということによって、こういう形が変わってきたということが分かってきました。で、一番最初に、コアだって、すごく小さく生まれるって言ったんですけど、なんで小さく生まれるかというと、コアだって有袋類で袋なんですけども、肺が未熟なんですよ。ものすごく未熟。で、なんで未熟かって、まだ分かんないんですけども、ひょっとしたらですね、オーストラリア大陸にずっと有袋類いるんですけど、オーストラリア大陸って6500万年前に僕たちの世界が分かれたんですね。で、そこで独自に進化を遂げたんですけども、そこでもしかしたら、胎盤を作るレトルースが流行らなかったからじゃないか。で、さっき私が最初に言ったコアライバーレトルース大変ですよということなんですけども、このレトルース、なんと生殖細胞にもどん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 入ってるんですよ。ひょっとしたらですよ、今、コアラって袋を作って袋の中で育ててるんですけども、立派な胎盤を作るようになったら、もしかしたら大きな子供が生まれるようになって、プロがやらなくなっちゃうかもしれない。まあ、これ妄想ですけども、生物学的に考えると、それもあり得るということが、最近の研究になって、研究の人は分かっています。で、レトロデスの性質、今日は胎盤についてお話ししたんですけども、実は皮膚の構造も変えたと言われています。それから、最近ではですね、再生医療が発生、特に iPS ですね。iPS の分野でもこの内在性レトルスが非常に重要な役割を果たしているということが分かってきました。で、非常に重要な分野だということがだんだん広がっているんですけど、まだ私たちはこのレトルスの内在性レトルスの全貌というのを知らないんですね。で、これおそらく私が生きている間には全然分かんないと思うんですけども、私はこのレトルスの本当の姿、皆さんが考えているような病気を起こすだけの姿ではなくて、進化、それから発生、それとか他にも、いろんなところで働いているんじゃないかと考えて、研究をしています。で、これからも、できるだけ長く研究を続けて、このレトルスの本質というのを知りたいと思っています。今日は本当にありがとうございました。